落とし家。うわ、乗ります乗ります。よっこらしょ。やれやれ。で、なんだっけ。あ、メールメール。母、勘で生きる原始人。カボチャパイ買い忘れた。メールまでしたのに。食べたかったよ。ダメだ、もう気力が。うん、この件はお母さんが悪かった。でもやっぱり携帯が良くないね。あ、携帯なんて保険がなければ今日だって。カボチャパイって思い出したんだよ。お母さんみたいに勘で生きてきた人間には携帯なんて邪魔なんだよね。はあ、でも便利じゃん。今みんな携帯で地図とか見てる。地図、お母さんはだいたい地図も好きじゃないのよ。地図なんかあると囚われちゃって勘が働かなくなるでしょ。何もなきゃ勘が冴えて。スーッとたどり着けるのに。お待たせ。え、橘さんどこから来たの。はあ、私んちって言うんだよ。わけわかんないよね、お母さんって。昔の人だから。え、地図も使えないほど昔の人って何。ん、原始人。ある日、そんな母に私はどうしても言わなければならないことがあった。お母さん、ん、私もそろそろスマホにしようかなって。しようかな。しようかなって何よ。みかんが決めることじゃないよ。それは分かってるけど。携帯があるでしょ。スマホは全然違うんだよ。どこが。カメラとか携帯のよりずっと綺麗に撮れるんだよ。今しかないこの瞬間を最高の綺麗さで残したいんだよ。そもそもカメラって必要。え、思い出は心に焼き付けるものよ。いつでも思い出せるし、美しく加工することだってできる。スマホで何でもかんでも撮ることよりも、その瞬間瞬間を全身で感じることが大切なのよ。スマホはカメラだけじゃないよ。ん、音楽だって何百曲も入って自由に聴けるんだから。そんなもの、音楽が欲しけりゃ自分で歌えばいいじゃない。お母さんはそうしてるよ。何百曲どころか、お母さんはもっと入ってる。シャッフルもできるしね。好きな曲を一発で出せるよ。ただだしね。いらないでしょ、スマホ。いや、それだけじゃないよ。最近のはね。近くに美味しいケーキ屋さんはある？このエリアには4軒あります。っていう感じでスマホとおしゃべりができるんだよ。それ何が楽しいの。私なんか、にゃにゃにゃ。あら、そう、あそこの奥さんがね。にゃにゃにゃ。それはひどいわね。もうすぐ雨ね。動物とおしゃべりできるもの。そうなの。でもスマホがあれば美味しいものとかすぐにアップしてみんなとシェアできるんだよ。アップって何よ。違う。写真とかを上げてみんなが見られるようにすること。どうして美味しいものをみんなに教えちゃうの。例えば近所に美味しいうどん屋さんができたとして、みんなに教えちゃったらお客が殺到して、もう忙しくなっちゃって、味が落ちて、分かって、ハワイに移住しちゃって、あんなに美味しかったうどんがもう二度と食べられなくなるんだよ。私は美味しいお店を絶対誰にも教えない。ねえ、さっきのスマホの話だけど、まだあんの。どの店が美味しいかとかも調べられるんだよ。ふーん。例えばこれから中華でも食べようって思ったら、
それは宣伝でしょ。口コミだよ、みんなの意見が書いてあるの。そんな知らない人が言ってることなんかより自分の目を信じなさい。お母さん、はい、ではいい。できたばかりの店なのに入り口のマットが下手ってる。お客がたくさん来てる証拠ね。よし、いい感じのお店だね。私チャーハンにしようかな。違うね。え、丼がたくさん出てるから美味しいのは麺類よ。ここ味噌ラーメンが美味しいらしいよ。みたいだね。すごいね、お母さん。じゃあ私味噌すいません、味噌ラーメン2つ。はいはい、味噌ラーメンに。いい加減な口コミのせいで味噌ラーメンばっかりになってうんざりしている顔よ。ここはお願いします。はいはい、タンメン2つ。へい、タンメン2丁。スマホなんかに頼ってると物事を見極める力が衰えるのよ。でもさ、スマホがあれば世界中の友達とつながっていられるんだよ。今日何があったとか思ったこととか教え合ってさ。そんなにつながってどうすんの。それじゃまるで納豆だよ。世界中の友達とつながったりしたら地球全体が糸を引いて何か恐ろしいことが起きる気がするわ。私は一匹狼がいい。果てしない草原を風に吹かれて走るの。うわお、やっぱり原始人。私んち